皆さんこんにちは。10月1日の7110マーケットトゥデイをお送りします。本日は内藤証券投資調査部大部が担当いたします。よろしくお願いします。スライドお願いします。まず本日の終値です。日経平均株価は5日続落、前日比681円59銭安の28771円7銭となりました。トピックスも43.85ポイント安、終わり値が 1986.31 ポイントとなりました。2ページお願いします。日経平均株価の冷やしチャートです。30日までのものになっています。8月の末からの急伸は9月の14日 3万670円と年初来高値かつ31年ぶりの高値を更新した後反落しています。本日は2万9000円も割り込みました。3ページお願いします。トピックスの冷やしチャートです。こちらも9月14日に2118ポイントを高値に反落し、本日は2000ポイントを割り込んでいます。では4ページお願いします。東証33業種の騰落率です。トピックスが高値をつけた9月14日から月末の9月30日までの期間を取っています。この期間トピックスはマイナス 4.2% となっています。逆行高となったのは工業の 9.9% 上昇、さらに空運の 9.7% 上昇、また陸運、石油、石炭製品までが騰落率プラスとなっています。下落率1は8月以降強い上昇を見せていた海運です。こちらがマイナスの 14.5%、 他はワーストは鉄鋼、機械、金属製品、鉄金属とこれまで8月以降の上昇局面で強かった業種に調整が入った形となっています。本日はこちら逆行高となった工業に関わる指標、特に石油指標についてお話ししたいと思います。5ページお願いします。こちらは WTI 原油先物価格の冷やしチャートになります。ニューヨークマーカンタイル取引所で取引されておりまして、原油価格の代表的な指標とされています。米国株式市場は9月に入ってからやや上値が重くなっていましたが、一方で原油価格は8月後半以降上昇傾向、7月の年初来高値に接近している状況です。では原油価格をもうちょっと長い目で月安で長期で見てみます。6ページお願いします。WTI の2000年以降の中期のチャートです。2020年のコロナ禍での安値から反発し、現在は2018年の高値に迫るような状況です。ただ、ここ15年ほどのレンジを見ると、おおむね半ば程度に位置するというふうに見られるでしょうか。では、石油関市場の環境を見ていきます。7ページをお願いします。IEA、国際エネルギー機関による世界の石油需給の予想です。2019年にかけて石油の需要供給ともに右肩上がりに増加しています。2020年には需要は新型コロナの影響で 9% 減少しましたが、21年から回復に向かい、2022年には19年の水準をおおむね回復する見通しです。ではそれに対して供給も同じように回復する見通しなのかが課題となってきます。8ページお願いします。こちらは IEA の月次の生産の予想です。スペックとそれ以外の国のを色分けしてあります。コロナ禍の前の2019年12月の時点では、OPEC のシェアは大体世界の生産の 34% 程度。で、OPEC とロシアその他の一部の非加盟生産国が OPEC プラスとして協調して生産調整を行っています。で、この OPEC とその他の加盟国で大体生産シェアが半分ぐらいになります。この OPEC プラスは今年7月の会合で8月以降2022年末にかけて段階的に減産枠を
縮小していくことで合意しています。ですのでオペックの生産枠についてはおおむね予想通りに回復基調になっていくというふうに考えられます。問題はその他のオペックに関わってない国の生産高ということになります。9ページお願いします。オペックとその他の加盟国のオペックプラスで大体半分ほどというお話をしましたが、こちらはオペックと米国、そしてこちらは FSU と旧ソ連圏という表示になっていますが、これが大体ロシアとカザフスタンの合計とおおむね考えていただいて結構です。これが大体世界の生産の 15% を占め、オペックと合わせて大体 50% ぐらいになります。対して世界最大の産油国は米国です。こちらがコロナ前の水準で大体世界の生産の 20% 程度を占めています。ですがコロナ禍での減産以降、シェールオイルの生産の回復が遅れており、また今年の2月にはアメリカの南部に寒波があり、また8月末にはハリケーンの影響もあって、や生産の回復が遅れているような状況です。ですのでこれから先アメリカの生産がどうなっていくのか、これがポイントになってくると思われます。 10% お願いします。10枚目お願いします。石油環境のまとめです。まず需要については22年にはコロナ前の水準を回復、そして23年以降は増加に転じる見通しです。 OPEC には2035年まで需要が拡大した後高水準で停滞するとの見通しを示しています。また OPEC は生産については OPEC が段階的に生産を回復する傾向、一方でアメリカは生産の回復が遅れているというような状況です。ですので石油全体の需給としては逼迫する傾向にあるのではありますが、ここで問題になるのが、現在化石燃料事業への投資を控えるトレンドが金融市場全体にあるということです。特に IEA が2050年のネットカーボンニュートラルを目指す工程表で化石燃料への新規投資を速度に停止する必要があるというような言及もしておりますので、石油市場にとってこの投資がどうなっていくのかが大きな問題になってくると思われます。では関連銘柄のご紹介です。こちらはインテックス、今年4月に称号変更した旧国際石油開発体積です。原油天然ガス開発の国内最大手です。で、今年の9月の末から休診し、29日に、30日には900円と年初来高値をつけています。12ページお願いします。石油資源開発です。こちらも天然ガス石油の資源開発をしておりますが、こちらも9月末から上昇しています。このように原油価格は上昇傾向にあり、足元では電力をはじめとしてエネルギー供給不安、またエネルギー価格の上昇によるインフレ懸念などが強まってきているような状況です。また今月の31日から気候変動枠組み条約の締約国会議、COP26 が開催されます。脱炭素とエネルギー安定供給、経済回復のバランスなどが政治的な課題として上がってくることもありますので、特に石油市場についてはこれからも注目されるところができていると思います。本日は以上です。ありがとうございました。